能と鉄道株式会社は国鉄改革に伴い第三次特定地方交通線に選定された能と線を引き受けるために石川県などが出資し第三セクターとして設立された鉄道事業者である石川県が旧国鉄のと線廃止に際して鉄道存続に意欲を見せ運輸省に廃止対象路線の早期指定を愛知県 高知県と共同で陳情したいきさつを持つ。能登線の廃止の決定を受けて、路線の引き受け会社としてのと、鉄道株式会社が設立され、能登線の全線を継承して、運営に当たった。転換当初は運賃を若干値上げしたものの、運行本数を増加して、乗客、収入ともに増加させ、第三セクター鉄道の成功例と言われたこともあった。 1991年に地元の悲願であった j r 七尾線の和倉温泉までの直流電化の見返りとして、同線の内非電化の和倉温泉和島間の営業を西日本旅客鉄道から引き受ける。しかし、能登半島の道路網整備が進んだことや過疎化による沿線人口の減少を受け乗客数は減少の一途をたどっていった。経営改善のため、 経営コンサルタントの助言を受けながら2001年には、和島線とも呼ばれていた、7尾線の穴水和島間を、2005年には、のと線の穴水、高島しま線を廃止し、最盛期には 100km を超えた、営業路線も現在では3分の1にまでになっている。乗客数の減少により、列車本数は削減され、厳しい経営が続いている。なお、7尾線、 七尾穴水間を存続させた理由の一つに、2014年度の北陸新幹線開業時に並行在来線の経営分離を控えており、石川県に鉄道運営の組織やノウハウを維持しておく必要があったためとされる。穴水輪島間配線翌年の2003年、野戸鉄道七尾線では、急行列車や野戸中島折り返し列車も含め上下、合わせて十数本が減便され、 普通列車の三つ一日上下計29本となった。2005年に新型車両が導入された際には上下各2本が増便された。2015年3月現在、普通列車上下計34本を定期運行している。2015年からは観光列車、の戸里山里会合を運行しており、野戸里山里会合の運行形態によっては普通列車が減便となる。 新型車両導入後は、沿線の小学校、保育所の児童による絵画やタ留浜野鳥公園で撮影された野鳥の写真、の都線の車両や駅の写真などを積極的に車内に掲示している。また、イベントなどで新型車両 NT200 型を用いた体験運転を穴水駅構内で行っている。 2009年5月から2011年度末まで越前鉄道などで採用されている車内で接客業務を行うアテンダントが乗務していた。能登鉄道七尾駅ホーム2005年の能登線の廃止により唯一の営業路線となった七尾線は JR 西日本が第三種鉄道事業者として線路を保有しており、能登鉄道は 第2種鉄道事業者として JR 西日本の線路を使って列車を運行するだけの自社で線路を持たない鉄道会社となった大人普通旅客運賃2019年10月1日改定特定運賃運賃計算上の特例自社発売する企画乗車券2021年現在委託販売する企画乗車券2021年現在発売箇所は 突起がないものはいずれも穴水駅のみ。最盛期には28両が在籍していたが、穴水和島間の廃止、穴水、タコシママの廃止に伴う路線の縮小により、在籍車両は2008年時点で NT200 系の7両まで減少した。2015年、観光列車、のと里山里会合用に、約10年ぶりとなる新車、NT300 系2両を導入した。この JR 西日本のキハ五58系機動車が急行、のトロとして、JR 金沢駅から和島駅、鈴駅に乗り入れていた。2008年には、快速、のトふるさと白号として3年ぶりに乗り入れた。NT201、花咲色派ラッピング車両、花咲色派 NT200 系車両と、西岸駅がモデルとなっている。2011年7月23日から、期間、 車両限定で登場キャラクターを演じる声優によるオリジナル車内放送が行われていたが番組が終了したため車内放送も9月30日をもって一旦終了予定であったその後10月9日に花咲く色派の湯の詐欺温泉街のモデルとなった湯湯温泉で開催された湯湯ぼんぼり祭りに合わせて10月10日まで延長されたなお オリジナル車内放送は10月10日をもって一旦終了した。後に NT201 系車両を使用したラッピング列車が2012年3月24日から運行を開始し、同時に新記録音のオリジナル車内放送が復活した。なお、これらのオリジナル車内放送を収録した CD などの限定グッズが穴水駅構内売店で販売されている。 2013年3月9日には、劇場版ババナサクイロハホーム、スイートホーム公開を記念して、n t 2 0 2に軽車両を使用したラッピング列車の運行を開始した。前日の UU ボンボリ祭りの開催に合わせ、有志団体、鉄道輸送の協力により七尾穴水館に行き先に休行を表示し、公式イラストのヘッドマークをつけた団体貸切列車。 急行湯の詐欺がに往復運転され、定期列車においても登場キャラクターの車内放送を行う車両に、急行湯の詐欺とほぼ同じデザインの湯の詐欺のヘッドマークが装着された。2012年10月7日と8日にも10月6日の第2回湯湯ボンボーリ祭りの開催に伴い、前日と同じ有志団体、鉄道輸送の協力で、再び、急行湯の詐欺が運行された。 この列車も行き先に休校が表示され、主人公の糸口花がヘッドマークを抱えたものが公式ヘッドマークとして装着されたほか、時間によっては第2回ゆ湯ぼんぼうりリ祭りのヘッドマークも装着された。7日は団体扱いで2往復、8日は一般開放で3往復が運転された。西岸駅での花咲く色原ピング列車との交換のほか、7日の 運行では急行湯の詐欺号が、タツル浜駅で長時間停車して、後続の定期普通列車が急行湯の詐欺号を追い抜くという珍しい運行が行われ、8日の運行では3往復すべてが一般の乗客も無料で乗車可能な臨時急行列車として運行を行い、車掌の乗務や有志団体メンバーが車内で記念入場券を無料配布するなど、 前年よりも賑やかなイベント列車になった。2017年4月15日から翌16日において急行湯の詐欺糸口花見列車を運行している。能登鉄道 NT211 号車のラッピング車両。長井の漫画のキャラクターが描かれている。かつて七尾線の沿線だった和島市出身の漫画家、長井号のキャラクターを描いたラッピング列車を NT211 号車にて2012年3月10日から運行していた。当初は3年間という予定であったが、3年を超えた2015年4月以降も運行が継続され、2018年10月をもって運行を終了した。ありがとうございます。